今日か悪夢の動画作ろうと思ってたらいつの間にか2ヶ月経ってました。行動力がなさすぎる。こいつ本当に第5実況者か？この動画は見どころはあったけど分け合ってボツになった試合を供養しようと思ったけど編集者のモチベが足りなかったためやや手抜きになってしまった動画です。まあとりあえず試合の方やっていこうか。マップは軍需工場だね。ファーチェの相手は占い師だ。それで結局強化内容はどんなのだったんだ？今回の強化内容は覗きにかかる時間とロックの持続時間の調整だね。前までは最初ロックするまでに3秒かかってたのが 1.8 秒までに短縮されたよ。いやつっぴよ、悪夢最大の弱点だったファーチェの弱さがほとんど改善されてるじゃねえか。しかもロック時間も15秒延長されたから肝心な時にロックが外れるということも減ったぞ。ただその代わり存在感マックスになった時の覗きにかかる時間は 0.7 秒と少し長くなったね。0.7 秒ってのは長くなったと言えるのか？少なくともここ2ヶ月間悪夢使ってて一度も遅いと思ったことはないよ。いや実質完全強化じゃん。いや実際マージで強くなっててマックとサバを選んで使ってるリッパーより勝率高いんだよね。それはもうリッパー側にも問題があるくね。とまあ強化内容はこんな感じ。ファーチェにおけるチェイス能力が向上した私にもはや不覚はない。最強になった私の恐ろしさを皆に思い知らせてやるとしよう。初手占い師おいでフクロウを使わせたのにもかかわらず鬼没温存しつつ1分程度で仕留め切りやがった。悪夢のやつマジで強くなってるぜ。さあこっからは救助狩りタイム。とはいえ航海士さんがいるから少しきついかな。問題ない、私は中距離で一発殴れれば確実に DD は取れる。やっぱワープ能力強えよな。白黒無常が泣いてそう。むもう耳鳴りがしてるな。中央から来てるか。いや待って、足跡がマップ端側にあるよ。工場から来てたのか。うまく脇を抜けられた。待てこれ航海士だと DD も狙えなくね。確かに救助後に時計を使われたらきついな。だが勝ってしまえば問題なかろう。救助狩り恐怖。説明しよう。悪夢は攻撃モーションが速いため比較的恐怖が取りやすいキャラクターなのだ。そういえば悪夢にはそんな強みもあったな。ああ、だが今回はそれだけじゃない。え？ゾーンに入ったぞ。ゾーン、余ってまだ耳鳴りしてるから救助の人来てるよ。昆虫学者か。いけるな。バカな、2連続救助狩り恐怖だと？そうか。恐怖の一撃を発生させたものはスポーツでいうゾーンに入った状態になる。そして普段意識的に行っているサバイバーとの波長の同期が呼吸するかのように自然と行われるという。いやそんな某呪術漫画の黒線みたいな設定ないだろ。だが実際に2連恐怖は決まった。こうなれば赤はどうとでもなる。1回で試合をひっくり返してしまう救助狩り恐怖が2回も決まった場合、サバイバーに逆転の目は残っていると思うか？思わんぜ。その通り、当然サバイバーに勝ち目はない。これぞパーフェクトゲームというものだ。いやーにしても救助恐怖を2回も出すなんて思わなかったよ。これは間違いなく動画化決定だな。いやー私の強さをバッチリ証明してしまった。いや、っていうかさ、今回強化悪夢の動画なのに恐怖って強化と関係なくね。